る前の軽トラ市をお招きいただきましてありがとうございます。朝から好評いただきましたバラ焼き、こちらも、こちら鉄板に乗っているこの分で本日は、終了でございます。ただいま20パック分今焼き終わりところでございますね。この後、もうすぐで終わりになりますね。今お並びのお客様で終わりかと思います。朝から大変好評いただきましたのですね、どん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 なくなりましてですね、予定量が間もなく終わろうとしておりますんで、こちら、提供している20食分で本日のバラ焼き提供は終わらせていただきたいと思っておりますんで、ご了承くださいませ。十和田バラ焼きはですね、十和田市内に80軒のお店がございましてですね、それぞれのお店が、味を競っております。作り方は至って簡単ですね。玉ねぎをしっかり炒めて、その後牛肉をまた別に炒めて、それを組み合わせ、混ぜ合わせた上に秘伝のタレを絡める、これだけのことでございますけれども、80店舗のお店それぞれで特徴のあるタレを使っておりますので、一軒一軒味が違う、これが十和田バラ焼きの楽しみでございますので、十和田市内では食べ歩きね、今日はあそこの店、明日はあっちの店って感じで楽しんでおります。また家庭におきましてもですね、作り方が簡単なためですね、しょっちゅう私たちも食べておりましてですね、ただお家によってみんな味が違うと、お母さんの味が全部違うということですね。たまには、玉ねぎだけじゃなくて野菜を加えるご家庭もありますし、タレに工夫するところもあれば、肉を変えてるお家もあります。それぞれそれなりに楽しめるのがバラ焼きの特徴でございますのでですね、どうぞ狩る前の皆様ですね、今日味わわれてですね、お家に帰られましてですね、ご家庭なりのバラ焼きをですね、アレンジしてですね、味わっていただきたいと思います。手軽で、割と安く出来上がるのがバラ焼きの特徴でございますのでですね、どうぞご利用くださいませ。ありがとうございます。